先ほどあのもう5作目の共演という話もありましたが、はい、それゆえにこう重ねてきた関係性だからこそできたことって本作でありましたいやもうあの相手役が山田君だって聞いた時にあもうこれは面白くなるなと思いましたし、あのー、ま,まず山田君のこういった作品を私は知らないこういう山田君を知らないしきっと皆さんもあこういう。 感じは初めてですか多分、ね、皆さんはそう,そ,う、ね、そうなんじゃないですかねそう私なんかこうやっぱ山田悠希さんっていうのはもうなんか人間力がすごいんですよ凄まじいんですなんか人間なんですよわかりますわかります生き物物体生命体あ、そうそうですわかります。 生命体です生命体でしょこの生命体から何が出てくるんだろうみたいなその面白さにすごいワクワクしましたしちょうどお話しいただいたのは「先んけす」「せんす」「ねんけす」「せす」「ほうてというドラマでドラマでやっててまあ本当にジョーカーみたいなちょっと土地狂った役を彼はやっていたんですがそれまた素晴らしくて <laughs> <laughs> で当時 あれはもテレビつけたらでめちゃくちゃ素晴らしくてああこの人本当にすごい人なんだなって思ってたところにこの役かって思った時も本当にウキウキしましたしあの実際現場でももう生命体なそれはそです山田裕貴っていう生命体とここにもう一人 ユリとっていう生命体同じような生命体がいるんです素晴らしい生命体がいてあなんか伝わるいやめっちゃ伝わってます俺はめっちゃ理解してきるできる。はい、で、その二人を見てるっていうだけでもうなんかあなんていうのかなすごい喋ってますね私なんかさっき裏で喋 <laughs> れなかったらマジ助けてねって言ってたのにめちゃくちゃ喋るやんって今思ってます <laughs> あ、そうですねちょっと熱くなってきちゃったいいですねいい傾向ですま、とにかくこの2人にとてもあのいろんなことを教えてもらったいましたね現場でうん。アキラっていうもう1人少年が出てくるんですけど息子がその子のことですねゆりとゆりとあ、そうです説明不足ですみません伝わりますありがとうございます